はい、こんにちは、レッドスノーです。で、今回なんですけども、1回以上試験に落ちたことがある方で、ちょっと一時的に勉強しなかった、で、4月頃からもう1回勉強を再開する、まあそういった方ですね。一度落ちちゃって、で、一定期間ちょっと勉強 休養っていうのかな、休みを入れて、で、4月からまた勉強再開しようって思っている方が、これからどのような勉強をしていったらいいのかについて、今回お伝えできればなと思っております。今回は初めて勉強される方というよりも、一回勉強したことがある、まあ一回以上っていうのかな、まあ一年以上、まあ去年もしかしたら半年かもしれないんですけども、まあ半年以上、まあ、勉強したことがあって、じゃあこれからもう一回再開しようといった方用の、今回動画になります。で、まず一度落ちたっていうことは何かしら原因があるわけですよね。で、この原因をまず追求するってことはすごく重要なんですけれども、まあ、おおよそこの2つ、どちらか、もしくはどちらもっていう方がもうほとんどです。もうこれ以外であんまり考えにくいかなっていうところなんですよ。で、まず1つ目っていうのが、勉強量がそもそも少なかったっていうところですね。例えば、過去問10年分、まあ、またまあ15年分ぐらいやっぱ欲しいかなと思うんですけども、まあ、それをですね、1回しかやっていない。まあ、2回もそうかな。一回か二回しかやっていないという方。まあ、これそもそもこれ勉強量少ないんですよ。で、なぜかというと、これ、一回二回勉強しただけで頭に入る方っていうのはもう天才なんですね。まあ、普通の方、もう私も含めてなんですけども、もうほとんどの方っていうのは、一回二回だけでは頭に入りません。だから何回か復習するんですよ。三回、四回。解けない問題については5回、6回。私自身も解けない問題はもうほんと10回ぐらい復習したものもやっぱあるぐらいなんですね。まあ全部が全部そうじゃないですよ。一部の問題ですけれども、そういった解けない問題については、頭に入らない問題についてはもう10回とか復習したものもあります。まあそれぐらい復習が重要なんですね。だからそもそもやはり勉強量が少ないってなってくると、それは合格できませんので。まずこれが一つ目の原因です。で、二つ目の原因は、理解すべき部分を理解できていなかった。また、覚えるべき部分を覚えられていなかった。どちらか一方、もしくはどちらもできていなかった。まあそういった方もやっぱり落ちちゃうんですね。これ、理解すべきところはちゃんと理解する。覚えるべき部分はもう丸暗記でいいので覚える。これがちゃんとできていないと、やはり落ちちゃうんですよ。つまり何が言いたいかというと、これらすべて全部できて、初めて合格できるんだということなんですね。ちゃんと理解すべき部分は理解して、覚えるべき部分は覚えて、で、さらにそれなりの勉強量、復習をきっちりやると。これができていなかったら、それはもちろん落ちちゃうんですよ。だから、こういったところはまず頭の片隅に置きながら勉強を進めていきましょうっていう話なんですね。じゃあ、具体的に何からやっていったらいいのかに入っていくんですけども、まず、あなたが去年勉強していた教材で構いません。それについて、まあ、問題集ですね。できれば問題集、もしくはまあ過去問集です。これをもう一回初めから一個一個解き直してみてください。で、やるべきことっていうのは、選別するってことをやっていってほしいんですね。選別する。何を選別するかっていうと、まず解けるか解けないかです。初めはもう一回勉強しているわけですよね。なので、とりあえず一回解いてみてください。自分自身。で、解けるか解けないか。適当に、答えちゃダメですよ。こうこうこうだからこうだっていう風にちゃんとわかる問題、答え覚えているから解けたじゃなくて、ちゃんとルールが頭に入っている、つまり法律っていうのかな、まあポイントでいいです。ポイントが頭に入っていて、これを使ったから、あ、これは×なんだとか、あ、これはこのポイントで誤りないから丸なんだみたいな感じで、ちゃんとわかっている問題と解けなかった問題、まずそれを分けます。で、解ける問題はそんなに気にしなくてもいいです。一定期間復習しなくてもおそらくこれ解けるんですよ。試験が終わってから、まあ、5ヶ月から、半年過ぎてるわけだから、それでも解けるっていうことは、もう大体頭に定着してるんですよ。だから、ま、そういった問題は、まあ、とりあえず置いておく。つまり、これからの勉強で、まあ、それほどたくさん復習しなくていいですよっていう問題なんですよね。で、こっちです。解けない問題。こっちを中心に復習していくんですね。こっちを中心に勉強していくんですけども、解けない問題についても大きく分けて2つ分けることができます。一つ目が解説を見てわかる問題。もう一個が解説を見てもわからない問題。で、復習していく場合、どっから復習するかっていうと、こっからなんですよ。解けなかったけれども解説を見てわかる問題。こっちを先に重点的に復習していきましょう。例えば、去年勉強した問題集、全部まとめると、例えば1000問ありましたと。1000問あって、この
解けないけれども解説を見てわかる問題、これが300問ありましたと。そしたらその300問についてとりあえず復習をして、それの約7割ぐらいをちゃんと頭に入れておく、これをやりましょう。だからまあ300問の7割だと、210問ぐらいかなは絶対に解けるように何回か復習する。集中して復習するわけなので比較的頭に入りやすいです。しかも何回も何回も復習できると思います、短期間で。だからそれをまずやると。でもっと細かいことを言うと、解説を見てわかる問題の中でも、初めにもお伝えをした理解すべき問題と、覚えるべき問題っていうのがあるんですね。それを本当は区別した方がいいんですよ。区別した方がいい。ただこれ多くの方はこれ区別できないと思うんですよね。区別できていたのであればおそらく理解もできるようになると思うんです。調べることによって、理解まで到達できるんですね。おそらくこれが、この区別ができていないから、これら全てを丸暗記しようと思って丸暗記するんですよ。でそうすると暗記すべきものが非常に多くなって、こっちを覚えたはいいけどもあっち忘れて、こっちを覚えてまたあっち忘れてみたいな感じで、古いもんからどん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 忘れていく、新しいものを入れてもまたどんどん忘れていくってことにこれまでなってたと思うんですね。だからそうすると、正直なところなかなか点数って一定レベルから伸びないんですね。合格点マイナス1点2点ぐらいまでは単に丸暗記する、このね、理解すべき部分についても覚えるべき部分についても、とりあえずどっちも丸暗記みたいな感じで、合格点マイナス1点2点、そのくらいまでは伸びるんですけども、こっからが実は伸びないんですよ。だからこの合格点を突破するには、最終的には理解すべき部分と覚える部分を区分けして、理解すべき部分についてはちゃんと理解をするために調べる、また覚えるだけでいい問題については何回か復習したり、関連付けをしたり、表を作ったり、具体例考えたりして覚えていくってことをやっていく流れになるんですね。ただまあこれについては1ヶ月ぐらいとりあえず勉強した後から始める感じでもいいです。ただやっぱりこれ早い方がいいんですね。後々になっちゃうと、結局理解すべき部分を理解するためには調べなきゃいけないから、だいぶ時間かかるんですよ。で、多くの方がそういう時間が取れない、理解しようと思っても理解できない、だから丸暗記ってやって落ちちゃうってなっちゃいますんで、まあ早い段階で理解学習に変えていくってことをやっていってほしいです。ただまあ初めだからまずやるってなったら、勉強の習慣もまだついていないと思うんですね。5ヶ月から6ヶ月ぐらい間が空いちゃうと、やはり勉強の習慣が崩れちゃってるから、まず勉強の習慣をつける、そして勉強したからにはそれなりに一定の効果が出てほしいじゃないですか。っていうのであれば、まず解けない問題の中の解説を見てわかる問題についてとりあえず覚えちゃうと。つまり何回も何回もここに集中して勉強していく、復習していくってことをやるのがいいと思います。細かいことを言ったら、優先順位で言うと、解説を見て解ける問題について覚える部分と理解する部分、これを区分けして、まあ覚える部分が一番優先順位高いです。これ覚えちゃったら早いので、しかも楽なんですよ。そんなに考えなくてもいいわけなので、とりあえず何回か何回か復習していったらやっぱり覚えちゃうもんなんですね。だから比較的楽なので、これを一番最初に行っていく。で、その次は解説見てわかる。で、さらに、理解すべき部分について理解をするための解説っていうものを自分自身で調べるなりして、あ、こういう理由でこういうルールになってるんだって分かっていただければ、まあそれも一緒に理解をしていくと。これが、第2位ですね。優先順位で言ったら2番目。で、こっちですね。解説を見て解けないもの。これっていうのは、解けるようにするためにはちょっと時間かかるんですよ、正直。だから優先順位がやっぱ低いんですね。3番4番みたいな感じで低いんですよ。じゃあこれやらなくていいんですかっていうと、時間があれば絶対やんなきゃいけないんですよ。もう時間がなかったらそれできないわけだから仕方がないですよね。でもまだ4月だから、今からちゃんと計画を立てていけば、やれるだけの時間作ることって可能なんですね。なので解説を見てわからないこの部分についても、ちゃんと勉強するための時間が作れるような計画を立てるっていうことがまず重要になってくるわけですよね。だから本当は逆算の考えで、まず計画を立てて、で、一日何もやらなきゃいけないのかっていうものを、明確にして、で、さらにこの優先順位、1番、2番、この部分ですね。この部分から集中的にやっていくって流れがいいけれども、まあ、なかなかね、そこまでできないっていうのであれば、とりあえずここだけでもやってみると。1日あたり自分のできる範囲内でやっていくってことをやるのがいいんじゃないのかなと思います。なので、もしあなたが今から勉強始めようって思ったのであれば、まずやるべきことは、これまで持っていた過去問集ですね。過去問集とか問題集をまずやって、解ける問題、解けない問題分けて、で、解けない問題について、解説を見て分からない問題分けて、解けないけれども解説見たら分かるよと。そういった問題に絞って復習して、
それらの問題について、だいたい約7割ぐらい解けるように何回か復習しましょう。これが最優先です。で、それが終わったら、こっちですね、解説を見て分からない部分について、また勉強していくと、まあ、いった流れです。で、その前段階として、できれば計画は立てた方がいいです。で、なかなか計画立てるの難しいという方はもう簡易的なんですけども、例えば1日、大問7問ですね。大問7問。なので問題数で言ったら、4選択肢なので、私筆28、28問ぐらいですね。まあ、キーがいい30問でいいです。1日30問。この部分ですね。この部分30問をどんどんやって、何回か復習して、7割以上解けるようにするってことをまず行いましょう。もしあなた自身で計画立てるのが難しい、またしっかり理解すべき部分はちゃんと理解しながら勉強していきたい、そしてできるだけ高確率で合格したい、そういった方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。今からであればまだあなたに合格していただく自信ありますので、あなたと一緒に勉強できることをお待ちしております。レトスの小野でした。